皆さんこんばんは。イラトスロードオブザデッド続きやっていきたいと思います。いや前回すげえ長くやりすぎちゃった感じでね、ちょっとねもうちょっと短めに刻んでいきたいなと思いますけれども、1時間50、もうゼアビリオンズと同じぐらいのレベルでついついやってしまった感じですけれども、前回とりあえずボス倒してドワーフのとこまで来たんですよね。でなんか制作できるのいたかっていうと新しいのはいないんですよね。新しいの作ってみたよね。ヘッドハンター60体の敵を倒すリッチ作れるようになるね。これちょっと気になりますね。60体、生贄になってもらおうか。どっち進んでいこうかね。棺はアイテムが詰まっている。ここ戦闘比較的多いね。でこのエリートも倒していった方がいいのかな。経験値としてはうまいよね絶対。ただここね回復がないんですよ。回復があると一番いいですよね。まあとりあえずこっち行って左のルート行くか。敵の強さによる。10から12で全員あれを持ってるね。血の呪い、これが使えるかどうか分かんないけど精神攻撃していきましょう。クリムゾンハンガー、うら逃亡しろ。クリティカル、落ち、セーフ。敵がバフを受けるたんびにその敵に70、どうだろうね、バフ使うのかな。この後ろのやつ何使うか分かんない。向こうの対象、スタンス、あスタンスか、ちょっときついな。はい、精神削っていきましょう。あバグ使ったわ。あいて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 、あどうだろうね。ちょっと逃亡させるようになった戦い方していこうよ。サクラン、あれお亡くなりになっちゃったな。ちょっと逃亡してもいいんだよ。でそうね、一回ブロック削っておきましょう。うんまあ中途、お ほい、あれ心臓やられて終わっちゃったわ。退却逃亡って出てたんだけどね。マナー回復、マナー回復。逃げねえかな。逃亡した。あ逃げたんじゃない。マッパッゴー、マイティー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 ティ
才能が3になったな。マナ50。シェード召喚したいね。ああ、残り2か。これは頑張っていかないといけないですね。はい、バンシーと入れ替え。いや、バンパイいる。いるね。こうして。イラトゥスさん。ダークナイト何入れようかな。これかな。このスケルトンはプラス2と攻撃力上げるか。突然の一撃、控えめな一撃。何がいいかな。鎧ブロック無視。50死に場所になんちゃら。スタンスか。My enemies are in for a nasty surprise. 回復する人はいないね。ヴァンパイアとイラツスの花嫁にしておく。ああ、でもあれだな。こいつ特別性だから。育てとこう。ダンジョン行こう。これ、クエストいけそうだね。多分。チュートリアル難易度だからね。ここでイラトゥスの舞台の前、ドワーフ技術の砦が立ちはだかる。非常に大規模な工事だ。彼らどうやってこの洞窟に材料を運び込んだのか気になった。しかしそんな疑問はあまり重要ではない。もっと重要なのはこの施設を襲い、ドワーフの武器生産を阻止することだと。ほとんど労働者はイラトゥスの舞台と戦う準備ができていないようなので楽な戦闘になろう。その時突然一体のドワーフが飛び出し、警報装置に向かって走り出した。おそらくしっかり配備された矢が彼を足止めするだろう。行け。イラトゥスの心臓が鼓動する間にイラトゥスの花嫁は狙いを定め、彼女の弓で敵の足を射抜いた。イラトゥスの部隊が労働者に襲いかかったと同じようにドワーフたちも倒れていく。いざ行くさい。こういうのもあるんですね。つくね。なんかつくね。20から24ってえぐいの持ってきたな、いきなし。どうしよっかな。エリートオラクル、こいつなんか嫌な予感すんな。Have a little tingle up your spine. とりあえず削っていこう。15マナ、10度器。ダイレクトしてきた。なるほど。ああ、なんかやってきたね。はい、しごけずっとこう。あ、痛いよね、やっぱね。あ、痛いし移動させられていくね。デバフ。バスケット行った。やばいやばい、デバフデバフ。バフの前に魔法を攻撃しても6から7のダメージを与えるしかないんだよね。
消気度回復させてもしょうがねえしな。でもマナしょうがない。あ、リダイレクトされた。獲得マナゼロ。受けるダメージが2倍増加するってやばいね。なんかやったな。痛い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 。こいつは、いやー、そっか、リダイレクトしてくんだっけ。阿部死ぬ。やばいね。急にえぐくなったけど。届かないんだよね。オラクルやべえなこいつ。あ、いった。死ぬ。急に難易度上がっちゃったけど。どうせまたあれやれるんでしょ。お、通った。My darling, kill. いやー倒れる。いやー強えわ。デバフ解除のやつがないとちょっときついね。痛い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 。こいつ何かしねえとな。うわー防御力アップした。はい、ブロックしていくね。そうだよね。取っていく。で、マークされたね。復活って何？守護プラス1していく。3ターンごとに回復していくってやばいね。精神攻撃だけじゃダメかな。ああ、自利品だね。60人だったね。来てろ。よし。あれ、ターンスキップされる。マナがたまんないよ。ちょっとマナ貯めようか。 HP 回復がえぐい。数減らしたいね、敵のね。24か。あ、バ
爆弾とどっちがいいか。Impale this wretch. こうして。この前のやつ早めに倒そう。あ、後ろ下がってったな。ああ、どうしていこうか。武器を得て。危ない。削ってるしかないね。これも削って、これも削って、はい、ブロック削って、さして、よし、近づきた。Have a little tingle up your spine。おい、HP がいく。Die so that you can live。ダンス、行こう。削れるうちに削っとこう。精神攻撃。ああ、やばかった。やられたわ。なかなかにいい鎧とかあれが手に入ってますね、アイテムが。連続戦闘きついな。とりあえず補充誰にしようかってことだよね。よし、とりあえずこんな感じかな。魔法でなんかああいうのもデバフとか解除もやった方がよかったかもね。こういうのね、ちょっとこういうのも必要だな。Get back to battle。で、残り3体か。誰置こうかな。ヴァンパイアってどういう戦い方する人なのこれ。活力失う、ヒステリー、対象が活力 30% 失う、ボスは 15%、 ヴァンパイアが 20% 失う。戦闘が終わるまで対象に対する全ての、ヴァンパイアの活力を減らして受けた物理ダメージの 60% 相当を回復する。後ろから物理攻撃を与えながらヴァンパイアの HP を使ってデバフさせられるのか。
これ入れてみる？きつい気がするんだけどな。よし。裏割ってないね。回復してないね。とりあえずこれで、ちょっと待って、アーティファクトなんか持ってる？マナ30か。戦闘開始すべての敵は、これはまだまだだな、使うのはもったいね。今回のは次の敵はエリートじゃないから大丈夫か。でここで回復できるもんね。さて、活力を失うけどブロックと守護を無視する。お前じゃ。で、そうね、爆弾とこうか。で、ブロックを解除しましょう。敵が移動するたびに。下がるでしょ。エリートさっきのやっぱ強すぎだったな。よし、これで一人削れるんでしょう。あれ、商人来ちゃったな。ほいほいほい、どうした。あ、爆発した。結構敵移動するね。敵が結構移動しますね。30失う。物理攻撃、ヴァンパイア20失って30のダメージ与えるか。はい、
で、はい。バフ。進行機。で、はい。Opposing me? バグってそういうことか。最初から貼っとけばよかったね。銃しか失ってねえけど。Impale this wretch。で、これ使う。This one voided its bowels just as it died。確実に削っていく。いや、めっちゃ痛い。あ、サクランじゃ。ウィー、HP吸って。危ない。ブロック。31。削って。はい。死は誰にでも訪れる。やべ、バーサーカーの攻撃力が35から30ってやばいね。危ね。こいつは早めに、うい、持ってった。結構きつかった。よし、ログに上がったね。すべては塵。さあ、対象の場合デバフ追加ダメージ。Serve me well, my minion。これの連続攻撃もありかもしんないね。前列、あ、前列2つじゃなくなっちゃった？で、ヴァンパイアさん、なんか魔法ダメージ増加。悪魔の本質。ヒステリー、魔法ダメージと、これあんま使えねえんだよな。これさ、新しく制作できるようになったでしょう。リッチ。強力な魔法を持つ身なんだが、実は本当のリッチではない。彼らは昔のネクロマンサーによってデザインの一部を借りた疑似リッチであると。ネクロマンサーは魂を持ってないが、そのため彼らは味方と敵双方に破滅をもされたと。してもらって、ランダムな敵にだよね、これはね。これは2ターンで選択した味方が攻撃力プラス14と、これすごいね。味方を殺すって書いてあるけど、2ラウンドの間、雲を生成、その位置全ての敵にストレスダメージを与える。自身を除いた全ての敵と味方に 50% のダメージを与える。2ターンの間燃やし続けると。必殺技ですね。これはスケルトンを召喚する。サポート。これ5人目召喚されるのかな？魔法ダメージ与えんのか。これ、ヴァンパイアよりリッチの方がいい気がしない？
I just can't tell where they get their uncaring attitude from. リッチでバフしながら天下は危ねえよな。召喚これできんのかな。これは試してみないとちょっとわかんないね。培養されし、これなんだろうね。うん、次泉で回復するから問題ないね。ストレス攻撃 150% 最初から与えちゃうかな。バフデバフついてることに上がるんなら、バンシーとの相性はいいよね。でも さて、じゃあちょっと泉まで行って終わりにしようか。回復します。ミニオン回復させた方がいいよね。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。エリート部隊と戦うとかってなんかある？バンパイアいらねえな。骨70集める。自分のミニオンに3500ダメージ与える。グールロストソウル、シェード、敵を錯乱させる。ヘッドハンター、エリートと戦う必要はないんじゃないか？ということでね、今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続きから、まあ、ドワーフたちとね、戦っていきたいと思いますけども、さあ、リッチがどれだけ使えるかですね。使い方によってはといったところですね。で、ここをどうするかだね。ここ敵連続戦闘になると結構きつい気がするね。こっちのルートでエリート部隊を外していこうか。ということでね、また次回お楽しみに。さよなら。